3年目ですか。その世界挑戦というか海外進出。3年半後だね。夏に。その当時で海外行ってた選手っていうのは、ヒデさんが行ってたね。ペルージャ。ペルージャ。で、まあ、カズさんもさ、ジュエン、ジュエン行きましたね。で、七海さんがどうだっけ、ベルゴでしたっけ、ジュエン。そんな感じかな。はい、来ましたね。っていう感じでは、ジョーソンとかもそうか。ね、あの当時の日本代表の選手たち行ってたから。まあ、ただ、本当に簡単じゃなかったじゃん。はい、今はもう、そろそろそろっていける。日本のマーケットちょっと違いましたもんね、当時は。お金、スポンサー取り来てくれるでしょ、そう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 、でしたもん。で、フェイモとか、ね、メガナのチームからオファーいただいて、で、その、半年前の冬に、オランダに1回練習参加に、1週間だけ。で、練習試合も1試合ぐらいやったのかなっていうのを出してもらって、でも、まあ、うまくねえの、正直、あんまうまくねえの、こいつらみたいな感じで、ちょっと思ってて、で、その後にそこからね、フェイノートは違うところに行ったら、どこかキャンプに来るって、そこも来てほしいって言ったんだけど、俺はね、大丈夫って言って、戻ってきたんだけど、まあ、まさかオファー来ると思ってなくて、さあ本当に正式なオファー届いて、即決か、即決だね。まあ、あんまりね、こう行きここに行きたいとはあんま思ってなかったんだけど、なんでかってさ、その別に大して思わなかった。あ、そのね、クイーンに行った時のイメージが。でもさ、後々ね、よく考えたら、あの時ってウィンターブレイクって当時あったの。で、クリスマス休暇みたいな、で、1月頭ちょっと3日、4日ぐらいから、うん、立ち上げるみんなこう体動かしてる、休んだ後だったからさ、もちろん体みんな動いてない状態だったからさ、今思えばね、その当時そういう知らないからさ、面白いし全然動けねえじゃんとかうまくねえのあんまりとかと思っててっていう中だったから、まあ、そんなに別に、まあそこまで行きたくねえな、うん、みたいな感じだったけど、でも正式に来たら、いや、なんか、さあ、それで、試合のビデオとか見たら、こんな人だったっけな、ぐらい、すごくてさ、その試合が。と、フェロートとエクスの試合見たんだけど、こんな美しかったかな、こんなプレーだったっけと思いながら、その時も思い出してるから。で、まあ、他にオファーがなかったってのもあるけど、正式に来てくれたから、じゃあ挑戦しようと思ってっていうのを始めた。いや、とんでもないチームでしたもんね。いや、すごい。入ってきたらもうメンツだって、うん、ウィファカップ優勝優勝してきて、いや、僕らからしたらそのウィファカップ優勝のしかも我々出てる、めちゃめちゃ夢もらいましたし、いや、俺が過ぎましたしね。でも本当に運も良かったよね。俺なんかこうもう開幕から一応ベンチに入りだしてもらって、開幕で出て、開幕が相手がです、スパルで、まあ、5-0 で勝ったんだけどさ、3-0の状態で試合出してしまって、それでワンタッチ化した後にこうスルーパス、裏に抜けて、ブレーテンのエマートの右サイドで続き走るやつ、ボールもらって、ワンタッチ出して、それがで、そいつがアシストしてゴールに結びついて。で、2本目は自分がツルパスでトマソンが決めたんだけど、スタートがマジで入りよかったから、いいものをこう見せられたし、でそれが自分にとっても自信になったし、で周りの選手たちも、あれ、こっちいいなみたいな、試合でもいけんじゃんみたいな感じは思ってくれると思う。で、最初はまあ、だんだんとこう時間数、最初はそこを15分とか20分、で、次の試合がもう20分とか30分とか。で、3試合目が宿敵アヤックス、はい、後半45分使ってくれたんですよ。で、1回この前ゴールできるチャンス、ゴール前であってバーって来たのが空振っちゃったので、はい、あれが決まってたらまた俺の人生もまた変わってくるなっていうそんなさなんかあるんだけど、うわ、なんでこんな大事なところ俺こんな空振ってんだよって自分だよね。
やっぱ自分もこんなに高揚してんだなみたいな。いやでもあれ決めてたらな、俺のサッカー人生また勝ったなって思った思ったことあるんですか。でもすげえそれで やらせてもらって、うん、だってさもう宿敵 X が45分出してくれるってもう3試合で勝つ信頼勝ち取れた話って思う自信になったしすげえ。でこう試合前ぐらいからスタメンで使ってもらえるので、もうそこからはもう絶対このポジションにすんねえぞって。でその時にいたボランチの人がディフェンスに入ってポジション変更して小野さん仕様だった。では岡野が俺をそのボランチに使うために、でその隣にボスクラルとキャプテンがいて、すぐこの人もマジでなんだ本当にキャプテン、ザ・キャプテンっていう俺の中ではすごい本当に頼れる、困った時には何かをしてくれる、でピンチの時にはもう自分のために献身する、そういう人が横にいてくれたから別に自由になんか好きだってやれたから、それはすごく助かったね。初めてのその海外生活でもそのメディアとか、うん、そのサポーター、友達とかいました、まあ、チームメートもそうですけど、まあ、言葉がさ、たぶんまず英語も分かんないし、で、オランダ語英語みたいなことどうしますか。いや、違う、ね、いやどこ連れてないの、あのさファン感謝ファン感謝であるじゃないですか。初めてとかってさ、ユニオン着替えなんですよ、出来の、車のそれられてさ、もう全然分かんないからさ、とりあえず今から空港だみたいな、空港何すんのと思ってさ、当時ちょっと流行ってましたよ。そうそう、びっくりしてた。多いっすよ、多かったで、パッて行ったらヘリコプターが出てさ、で、乗るよみたいな、はっ、で、もうユニオンにスパイク履いててさ、なんだこれ、どこ行くんだよと思って施設乗って、まあそこはロッテルダムのさ、空港なんでさ、バーって上がっていって、で、だんだんと、これスタジオの名前と思ってさ、スタジオの英語がーって言った瞬間、すーい、まあ、お客さんが満席だからさ、すげえな、上から見るとこんなんだなと思ってさ、そのままさ、その中入っていくからさ、え、何やんのと思って嘘でした、ヘリコプターがグランド行くとかさ、マジでびっくりしたんですよ。いや、あのさ、こうやって出てさ、降りてったら大歓声、ドアカーみたいなさ、もう震えるよ。聞いててもちょっと震えますね。いや、あんな経験できないよ。マジですごい。メディアの厳しさとかどうだったんですか、当時って。どうかな、あんまり俺、叩かれたことは正直 ないから。でもやっぱ厳しいメディア見てたね、うん、なんか賞賛の方がやっぱり良かったですもんね。それはさ、すごいね、なんかリスペクト感というか、対戦相手とかにしたら、でもさ、いいプレーに拍手とかさ、あれってなかなかできることじゃないな、日本じゃないしないじゃん、うん、すごいな、この人たちってサッカーを本当に知ってるっていうか、うん、っていうものがすごく感じたよね、うん、まあ、ちゃんと認められた時のそのちゃんとしたリスペクトが、うん、その代わり逆はすごいひどいね、街も悪くない、いいものを見せないとやっぱりね、うん、そういったものも全然やっぱ、ね、歴史が違うなっていう、サッカーの歴史が本当に確かに当時ヒデさんって、僕らからしたらヒデさんなんですけど、うん、3校ぐらいじゃないですか、年は3校上だね、ヒデさん、ヒデ君って感じなんですか。いや、ヒデさん、ヒデさんじゃないですか。君って呼ぶ人いないな、先輩も。いや、全員さんだから、あのカリスマ性がやっぱすごいですね。そう、ヒデさんはね、今でもね、もう98年もさ、あの時からも全然ちょっとやっぱりあの人別格だったもんね。でもまだ21歳なんですよね、そうだ、21すごいね。でもなんか、あんまりそんなにさ、こう話す機会なくて、当時ね、一番最後、本当、ワールドカップ終わって、うん、で、最後の日かな、なんかリラックスするルーム見たら、いざなんか自分が持ってきたら、なんかあの人から変色っていう、俺知らなかったから、カップラーメンとかさ、なんかそういうのをもう持ってきたら、もういらないからって言って、もう全部そのリラックスルームに持ってきてた、その時、話して、うん、で、もうやっぱりもうあの人も海外、俺も海外にも行くからねっていう、もうその話をして、で、その年にベルジャに
ひしひしするわけなんだけどさ、開幕戦でさ、タイユベントスね、あのすごいちっときのさ、イベントスでさ、時短泣いてさ、ダービーついてとかね、はい、みんないた時のさ、イベントスでどんなプレーするんだろうって思うじゃん。しかも、ペルージャーとか知らないからさ、はい、って言ったらさ、もう、まあ、その時まあ寮だったから先輩とかと一緒に見てさ、パッて見てたらいきなりゴールしてさ、うわーってこのクソやべえよと思って1点じゃなくて2点でさ、で、2-2 だったじゃん、やっべ、かっけえなと思って。いや、かっこよかったですね、ルックスもあるし、うん、でファッションもね、ファッションとかもすごいですね、全体ってね、まあ、勝さんもそうだったけどさ、やっぱああいう人ってのはね、すごい魅力、本当にすごいよ、ね、で人としてもさ、もう結構メディアはこうなんかヒデさんに対してさ言ったりするけど、もうすごいしっかりしてるから、ね、メディアに対しての発言もなんていうのかな、そんなそっち側がちゃんと勉強してもらえない話なんて俺はする必要ないみたいなさ、うん、感じの人だったからさ、はい、すげえかっこいいなと、なんかそういうイメージありますね、すべてプロとして、うん、すべてがね、ね、あの落ち着くというか、そんなの、清水さんのメディアの付き合い方とかって結構見ます？俺全然見ないですよ、ニュースとか。ああ、気にしないですか？まあ、でも清水さんの SNS アップしたらもうヤフーニュースとか出るの見ます。さあ、それはね、そうね、あ、出てんだ、出てるな、暇なのかなって。いやいやいや、ネタないのかな。求められてる話でしょうね。いやでもそうだ、メディナとの、うん、どうかな、なんかでもまだプロ1年目ぐらいの時もさ、一人あのロータのスポンジとかはね、ちょっとすごく仲良くなった、はい、心からこういう仲良くなった人がいて、でもやっぱりそういう人たちも仕事だから、自分が思ったことっていうより上からの人で、はい、書かなきゃいけないこともあるみたいな感じで、すごい悩んでたりしてて、でもそういう人もちゃんとこうそういうことを伝えてくれたりして、で結局その人もそれが苦しくて結局やめるんだけど、やっぱり本当の真実っていうのはなかなかね、こう伝えたくても伝えられない環境だったなっていうのは、すごくそのメディアの人たちの大変さっていうのも逆に言ったらあるんだなっていうのはさ、やっぱ思ったから、文字の残酷さもありますよね、まあ、その時々によってやっぱ受け取り方違うじゃないですか、うん、だからこの僕の YouTube とかそのビデオってやっぱ喋ってるよね、うん、まあ、もちろん喋ることも気をつけなくちゃいけないんですけど、うん、文字よりは伝わりやすいのかなっていう、うん、確かに感じで、なんかまあ障害的なみんな人チャンネル持つ時代が来るんだね、アスリートもっていうのを思って、それは別にフォロワーが増えるとかそういうのじゃなくて、真実を伝えるというね、自分のタイミングで伝えたいことをっていう、メディアって別に求めてないというタイミングで、まあ、まあそうだね、確かに。だから自分が伝えたいというふうに伝えるっていう意味ではいいのかな。確かにそれはそうだよね。真実さん、俺あの、まあ、一緒にプレイしてて、あんまりルーティーンとかないね、イメージないです。当時から昔からないね。食事と別にこれ食べたらとか、お前の試合勝ったらこれ食べると思う。あー、あ、食べる時もあった。ある時もあった。まあそれは個人的なのはないんだよ。なんかこう試合前にさ、とんかつ勝つみたいなさ、うん、いうので一回チーズの時にやってみたら、なんか試合勝ったから、じゃあ来週もやるかみたいな感じでっていうのはやったけど、別に。だからずっと続くわけでもないさ、負ける時も来るわけでさ、だからルーティーンってなんか持つと、それができなかった時に多分自分の反応って難しいのかなって、うちの思ったりとか、あ、僕の当時から思ってました。なんか、だから作れないみたいな、場所によってだっていつもやってることができない可能性も心得てるわけじゃん、なんか持ってるものとか、ね、そこにはホームではあるけどさ、アウェイにはないものもあるみたいな、わかんないけど、なんかあるんじゃないかなと思って、なんかなかったね、ルーティーン。それも聞きたかったんですけど、やっぱり海外とか行ったら、あの急に車ぶつけられたりとか、その遠征中にね、遠征試合に行くときとか、アウェイの宣伝とか、グラウンド練習できるのに急にグラウンド使えませんとか、あ、いや、それだから非常事態なの。非常事態は特になかったかな、俺がいたときはないけど、
アウェーの洗礼っていった意味ではだからアヤックスとかアヤックスはさあのアウェー行くとまあちょっとなんかスタジアムのこう入り口入ってこう結構上なんだよ、うん、で 下にサポーターとかいるんだけど結構、まあ、どれくらいだと15メートルぐらい上をこうやって、まあ、スタジアムこう入ってくるんだけど瓶下から本当に普通の瓶が飛んでくるわけよすんげえ。でも10メートルってことはまた落ちるってことですか。そうそう。あれけどこういうあだからまあ行ってもまあこういう感じで真下に落ちてくるわけじゃなくて下からすんげえ飛んでくるわけよマジ怖えよってでも本当に海外ならではだよねああいうのってだからフェノートもさスタジアム行くときに駅がもう近いんだけどそこもなんか金網でさホームとアウェー別々もう絶対すあの接触できないようになってるぐらいこう本当アヤックスいるのが本当嫌だったな。あやっぱ嫌でした。怖かった。なんか下からそんなのさ、飛んでくるしさ、勝って負けても飛んでくるしさ。試合終わって負けたらじゃあいいじゃんって話すんで。負けたら飛んで帰る時も飛んでくるからさ。なんだよこれ。バス大丈夫かなとか思いながら。そうなんかサッカーにかける。いやすごいもうさ、それ必要と思わないでもさ、別にいらないじゃんそんな。まあ、掛け事してる人たちの対象になってるっていうのはあるでしょうね、うん、まあ、いやそこまで熱くなれるっていうのはあとは、まあ、怖がらせるみたいな、うん、っていう、アウェーだ、これぞアウェーだ、みたいな、そう考えると、日本でもそのホームアウェーのその違いっていうのは何か感じないよね感じない感じだったから、正直そう、何もなってないな、もちろんホームだったらね、うん、まあ、聞き慣れたそのサポーターの熱い声援があるっていうのはありますけど洗礼って感じじゃないですかね。怖さないじゃん、怖さない。アウェイか怖さとか。確かにそうですね。その心身ともに、まあコンディションもそうですけど、メンタル的な時もそうだけど、そのいい時悪い時あるじゃないですか。それの付き合い方ってあります。そうだね。まあめちゃくちゃ練習してる人とかいるじゃないですか。まあ、ある程度バーも練習してもうちょっと自信つけるみたいな。まあそういう時もあるね。それもそれで大事だと思うし、なんか悪い時って逆にそう言って やった方がいいって思う時も若い時があったけど、でもそれが別に何も解決策でもなかったから、ただなんかモヤモヤがあったから俺はそれやってたんだから、まあ、悪い時はもう悪いでもう納得するしかないというか、全てを本当は良くしたいけど別に悪くしようと思って悪くしてるわけじゃない、パフォーマンスとして悪くなってしまったっていう部分ではやっぱりこうなんでじゃあそれが悪かったんだって振り返ると、その1週間で俺自信持ってプレーその練習の中にもうできてなかったとかっていう時ってやっぱりいいパフォーマンス出ないというか、やっぱりその何でもそうだけど試合のための練習なわけで、だから練習でこう自信を持ってなかった時って自分の中でもなんか練習あんま調子よくなかったなって、その週ってあんまりいいパフォーマンス出てないっていうのは自分の中でも振り返るとあるんで、だからやっぱりこう試合に向けて自信を持っていくために毎日のその練習を一つ一つ大事にしなきゃいけない、パスを大事にしなきゃいけない、満足した方が今週終わったよし試合は絶対大丈夫だって思える、そういう自信っていうのはそこから来るのかなっていう、その絶対大丈夫っていうその今年ヤクルトの高津監督が知ってます、もちろん絶対大丈夫ってみんなに言ったんですよ、うん、それ今話題になってもベンチの横にも絶対大丈夫、結構その言葉ってみんな使ってますよね、思ってますよ、もうやることは大丈夫、絶対大丈夫しようみたいな、それが今自信、うん、それが自信があって、うん、ただその練習をやってきたことをやればいいじゃんっていうところにつながっていくから、うん、自分の中で、まあ、過去はこれですよね、まあ、そうそうそう、自分にやるしかない、自信持ってやるしかない、うん、でね、サッカーなんてさ、自分だけではないんですよ、部分があるから、うん、正直ね、チームメイトがいてっていうのもあるから、ね、まあ、難しいよ、うん、だって11人がさ、同じ絵を描くって、本当にすごいことだなって、やっぱ確かに思うよ、いや、でも本当にそうですよね、いくらいいメンバー集めようが、結果が出るわけでもないし、うん、そうそう、面白いですよね、それはすごい面白そう、だから面白いんだよね、うん、いろんなシチュエーションが変わったりさ、かって本当答えねえなって思うね。何が深いっすよね、うん、正解がないじゃん、
もう1週間同じ練習したからって同じ結果になるわけじゃないじゃないですね。それ体もそうだけど、チームもそうですし、面白いっすよ、生ものじゃないですか。日によってね、コンディションだってさ、違ったりさ、昨日はすげえ体動けたけど、なんでこんな重いんだって言うみたいな、そういう時もあったりさ、天候だったりさ、なんかいろんなものがこうね、左右されるものだと思うから。でもなんか、やっぱり一日一日だと思うっすよね、やっぱり。まあ、もちろんその、でっかい夢とか、ね、10年後ぐらいのところにいてとかですけど、結局は目の前のその一日一日の壁を、ね、壊していると間違えていくしかないし、絶対その積み重ねで、して近くになったらそのイメージしてた白黒が、はぁ、なんていうのかなったみたいな、そこから来たのかな。もちろん目標もちょっと大事だよね。まあそうだ、だから長期の目標っていうのはさ、こういろんな、まあ、持つっていうのはさ、こうなりたいっていうものが大事だと思うけど、そこに向かうためにやっぱり一日一日やっていかなければ、うん、それがあの実現に、ね、向かないし、だから試合とかもそうだけどさ、もちろん優勝するためにやるんだけど、でも一試合一試合をまずこなして、その一試合一試合勝ち点差を取るためにって考えて、結果的にあ気づいたら優勝してたみたいな感じの考え方だよ。でね、でいてまた、まあ、サッカーと関係ないかもしれないけどさ、いろんな自然災害があったりしてさ、明日が来るかもわからないっていう感覚をさ、まあ、持たなきゃいけないんじゃないかっていうのは、やっぱ自分の中であって、コロナで通過させられましたね。はい、それもあるし、本当に口だけで言ってたけどさ、またあのそのさ、本当にあなたたちがいてみたいなのもありましたけど、いや本当に去年それって、まあそうだよね、クラブがなくなる可能性もあったわけじゃないですか、このクラブも。なんかそこを改めて、まあ、そこをやっぱりもちろん、ね、コロナで失ったことってこの人類めちゃくちゃいっぱいあると思うんですけど、逆に得たものも、うん、当たり前のことってないんだなって思ってますし、そういうものに、ね、気づいていけたらさ、もっともっとあの選手たちも一つ人間としても大きくなることですし、あ、スポンサーさんのありがたさだとか、ね、そこに感謝が伝わって、もっともっといいものを見せなきゃいけないとかに、ね、変わっていくものではあると思う。それはブランドではいい影響しか出てないですもんね、そうですね、覚悟っていうのはね。その中で、まあ、僕もそうですけど、まあ、違う職業をやれてる方もやっぱり他人との比較をして悩むというか、まあ、羨むだったり、ああ、なりたい、やれる自分はっていう、なんかそうやって悩んでる人すごい多いと思うんですよね。そういう対応方法とか、比べることに悩んだこととかあります？いやいや、それはさ、比べられるじゃん、自然と。あっちはこうだ、うん、こっちはこうだ。まあ、別にさ、自分に足りないものなんてみんな持ってるわけだからさ、それは容姿もそうだしさ、ね、だけど自分は五体満足で生まれさせてくれたことに感謝はまだしなきゃ。だって当たり前じゃないじゃん、あれって。まずそこから始まるじゃん、人間って。って考えたら、比べるって別に必要って思うから、もちろんその、なんだろう、評価としてのね、比べるっていうのはすごい大事だと思う。なんかそこ に対して自分がコンプレックスを持つっていうこと自体がなんか親に申し訳ないなとか、そっちなんですか、結局は人間的に。だってさ、別にね、生まれるとこもさ、生まれる場所も、生まれるどの人から生まれるかなんて誰にも分かんないことで、でも産んでくれた親がいて命がけで産んでくれたるわけじゃん、ある意味。まあ、今子供とかさ、こう授かってさ、見ればさ、親ってそうじゃん、すごいですね、すごいことじゃん、女性のさ、どうとかなんですね、うん、で、お前はやっぱりそんなことを言っちゃいけないんだな。もちろん俺も結構顔とかさ、別にさ、あのかっこいいわけでもないし、だけど別にかっこいいから人から好かれるとかでもないじゃん。本当の意味ではさ、中身ってが結局は大事なのっていうのは思ってるから、ある意味そういうものを、例えば変なコンプレックスを持ってるんだったら、自分がを磨いて自分の中身がしっかり持てるようになったら、そういうものってどんどんなくなってくるんじゃないかな。だから自信、自分に自信を持つってことが何よりも大事で、でもさ、そんな簡単に自信って多分持てないと思うけど、でも、どうしたらそうなるか、どうやったら、じゃあみんな性格もさ、違うわけで、ね、
いう中のだからさ、あの人と一緒になればいいと思うね、うん、自分の色というかさ、そういうものというのは大事にした方がいいと思うし、だからこうその人と出会うと楽しみがあったりさ、うん、みんなが同じだったらさ、そんなに話してたってさ、そうそう、同じだったら面白くないです。そんな、あ、そんな考え方あるみたいな方がさ、うん、楽しいわけですよ、ね、そういうものの感覚で言って言ったらそうだね、こうあんまりそうやって比較をこだわりすぎるというより、うん、自分を磨けと、うん、まあ、興味は別として、うん、やっぱりオンリーワンで十分です。まあまあそうだね、興味はね、やっぱ違いますからね。まあそうです、うん、だけどまあそういうもんじゃないかな、うん、生きてる中では。まあ比較ね、たくさんやっぱされると思うよ、うん、ね、まあいろんな意味で、だって仕事やってたしさ、ここ前よりあっちができるかとかさ、でも自分には向こうにないものを持ってるんじゃんって考え方の方が、そっち側が彼より優れてると思えば彼女より優れてると思う、それは自分の武器なわけです、うん、それは向こうだって結局はあいつはって思ってるかもしれないし、うん、結構さ、ネガティブな人って言ったら自分が、まあ、何もないと思ってるかもしれない、うん、でも逆に向こうはそうやって思ったんだって気づくこともたくさんあるのかな。確かに俺も親として大人としてはやっぱり、まあ、いいと思うんだけど、というかその見極めってやっぱり大人の仕事って大事だな、うん、大人の人とで全然変わるじゃないですか、うん、人生って、うん、そういう意味ではなんか責任を持ってちゃんと見極めなくちゃいけないし、向き合わなくちゃいけないなっていうのは、まあ、だから言ってみたら、まあ、そういう子供に対してもそうですけど、メリットとかデメリット、うん、何が良くてでも悪いこともあるんだってこともさ、なんか全てがいい方向じゃない、はい、こういうそういうけどでも実はこういうこともあったりするからねっていう子供を教えてあげると、うん、ね、余計に子供ってあ、そうか、確かにっていうことに気づけるっていう部分もあるのかなって、そこで選択できるっていう能力につきますね、うん、そうそうね、なるほど。いや、僕も2人娘だね、そうですね、3人娘だからね、友達がそうないと、ね、いやいや、俺全然やってないからねいやいやいや子供ならそこで楽しみますね、そうね、そうですね、やっぱだから俺はさ、やっぱりこう奥さんがさ、やっぱその2人に対して自分のことをさ、うん、こう悪く言えばさ、子供たちは多分パパをさ簡単に嫌いになるとか、うん、そういうこと多分言わなかったからさ、今、うん、まあ、こういう環境ではあると思うけど、うん、本当にそこは感謝してるし、子供たちもすごいね、すくすく育ってくるんで、うん、まあ、お父さんじゃなくても大丈夫なんだなっていやいやいや、お父さんじゃなくてもちゃんとこうやって育つっていうそう考えると僕も今楽しみなんですけど、やっぱり寂しいね、寂しい、感謝ですね、寂しいでしょ、寂しいですね、次は特にさ、マジ好きだもんね、いや、ほんとね、まだちっちゃいしさ、そうね、もういつの間にかになっちゃうんですよ、ね、もうだんだん大きくなってきてさ、あの小さい時って思ってさ、3日前だけど出かけたとてつもないでしょ、そうでしょ、最近なんで、うん、iPad 見ながらあれっつって電話してきます全然聞いていけないっすね早っ寂しいですよね。俺なんてだって海外からさ帰って、うん、で行かなきゃいけないとかあるんです。また遊びに来てねって言われました。親戚のお父さんがさ一番切なかった。でさ同級生とかもさあの一緒にいてさ爆笑するわけもあるよ。いやいやいや。いやこうパパの家だよと。この場残酷ですよ。でもさ、ね、そういうのもあったりさちょっと穴があったらさ。人見知りになっててさ、パパの顔でも泣いちゃうみたいな、うん、ああいう瞬間とか男だってやだったよ。確かにな、娘ってあとちょっと特別でしょ。そうだね、異性だったら、まあ、男の子はね、いないからね、何とも見えないけどさ、見ないですけど、やっぱすごいよね、酒屋やってたんですかね、新作がすごいだろうから。どうだろうね、俺でも強制的にやらせたりしないからさ、自分がやりたいと思えばやればいいと思うし、やるんだったら、まあ、もちろんね、いろんなこと伝えて、うん、でも何するにしてもね、簡単じゃないよって。うん、そうですね、今年やっぱりオリンピックが1年延期されて、うん、僕やっぱり今まで A 代表の試合とか、うん、なんていうか、悔しくて見えなかったんですよ、うん、それはやっぱり自分が入ってなくちゃ、まあ現役でいる以上入ってなくちゃいけないし、見るもんじゃない、うん、やるもんだっていう意味で出たし、でも、だから今年のオリンピック初めてやった全試合ちゃんと、僕が一番印象的だったのはその最後の久保君が、まあ、最後じゃないけどその準決で負けた時の久保
僕の涙、うん、あれ、まあ、個人的なんですけど、ただ勝手にただ僕が思ったのは、まあ、レアルっていう、そういうバルセロナっていうね、育成で育って、うん、セリアル、まあ、トップチームとの練習を出て、うん、結局、まあ、日本ではトップトップだけど、結局あそこからレンタルで、うん、去年1年なので、仕事しまった、じゃあレンタルなのじゃあところのってなった時の、なんていうんだろうな、そういう感情というか、だからそこで勝ち取って、もう僕もレアルでトップで、まあ、レアルじゃなくて、もっとトップチーム、違うチームに行くの。するんだっていうその夢を勝手ですよ、僕の印象で、それが折れてしまったというか、叶わなかったっていう涙だったのかなと僕は勝手に思ってたんですけど、やっぱり世界ね、見てる、間近で見てたわけじゃないですか。まあ、確かにね、まあ、そういう気持ちも多分あっただろうし、まあ、それ以上に自分が本当の自分の力っていうのを出し切れなかったっていうのもあるのかもしれないし、うん、まあ難しいよね。なんかいろんな、まあいろんな感情があったよね。でも本当にその悔しさ、ね、いろんなことに対する悔しさが何年自然と出るわけだからさ、まあ本当にもっともっと上を目指したいっていう気持ちがさ見えるし、ね、別に涙出ないから、あ、泣かないからそうってわけじゃないからさ、なんか僕みたいなさ、ああいう人選手が。そういうことが起こるっていうのですね、自分の中で何かがあったんだろうなっていうのがあるんですけど、あの、まあ、アンダー23とか、まあ、そういう青年代というか、まあ、まだ若い世代の日本代表って世界から比べると結構上位に行くイメージがあるんですけど、そこから A 代表になると、まあ、今までだったベスト8とか、うん、あれってベスト 16か、16か、ね、その中で、うん、なんでなんだろうな不思議に思ってるところなんですよね、うん、そうだね、まあ、なんだろうね、でも本当にさ、この間の、ワールドカップベルギーにさ、最後の最後でさ、はい、延長で延長入ったんだっけ、そのキーパーキャッチキャッチでさ、カッサーってやられてさ、延長入ってなかったのあれ、延長だったことだったっけ、はい、延長だったっけ、なかったっすか、詳しくすると、まあ世界ってああだなっていうさ、あの一本であそこまで行くわけでさ、多分よく言うじゃん、あのコーナーキックが右足だったらとかさ、左足だからとかさ、なんかもうちょっと低いボールだったらとか、なんか結果としてはなんかいろんなさ話題にはなるけどさ、でも本当の最後の最後までもさ、ああやってあの一本のゴールキーパーからのボールが入っていくわけでさ、なんだろう、こう差って言われるとすごく難しいんだけどさ、根本的なものが何かが違うんだろうなっていうのは、そのサッカー以外のものも含めてまだまだいいと、ね、日本代表の選手たちいいと言われながら、足りないものはたくさんあるのかなっていう、まあ、その前、まあ、世界のトップでみんな今、まあ、海外に出ていくっていうのが一番近道だっていうことをみんな感じ出したのか、やっぱ海外に出るのがスタンダードになってきたじゃないですか、うん、そして、まあ、今の A 代表の9割近くがもう海外組って呼ばれる選手たちで、まあ、ちょっと出てない選手もいますけど、なんかそれってその流れってもういいと思うのか、それとも、まあ、海外で出てないんだったら J リーグ出た方がいい、まあ、難しいのはさ、やっぱし、なんでもそうなんだけど、試合出た方がさ、正直、いろんな意味でも経験になってるし、で海外で練習だけやっててさ、いい経験とは思わないんだよね、なんとなく。やっぱし、で、行くんであれば、どこに、どの国であろうと、日本であろうと、やっぱ試合出ないと、その自分が本当に持ってるものっていうのは、生かされていかないと思うし、やっぱり試合をこなすことによって、描かれるイメージだとか、共有の仕方だとかっていうのは、もう試合でしか、正直、試合の中でしか生まれてこないものもあるから、うん、だから海外で出てない選手だったら、もう日本に戻ってきてでも試合で出る、それとも海外で、もがきながら、出るために
努力し続けるっていう部分で言えば、俺は試合出るために戻ってくる方が分かんない、いいのかな。でも日本に帰ってきちゃうと、日本に帰ってきてさ、その海外でやった経験を忘れちゃったら意味がない。そういうものがあったから、あ、もっともっと自分がじゃあ、ね、こう日本に戻ってきて、その時の状態のようにやれるかって言ったら多分できないと思うね。だから全然環境が変わってしまうし、やってる面も違うんですね。だから難しいよね。しっかりでもやっぱ試合に出ないと。で帰ってきた選手は今、まあ、いろいろ言われてるじゃないですか。緩い、まあ、その、遺伝子低いとか、それについては、まあ、新さんも若い間やってましたし、ぬるさとか、まあ、その体の弱さっていうのは、まあ、昔からね、言われてましたけど、弱さというか、その、まあ、あまりそういう接触プレーが少ないとか、海外、まあ、ですね、まあ、さ、比べちゃいけないじゃん、正直ね。ただ海外はさ、練習の中、まあ、削りじゃないけどさ、もう本当にがっつり来るから、うん、マジで試合やってるような感覚でできるからいい、こうなんつうの、緊張感も、うん、ちょっと特にあのゲームだとか持ってるし、でも日本ってこう怪我させちゃいけないみたいな、ね、そういうものがあるから、やっぱりどっかしら試合でも絶対それって出ちゃうんじゃないかなっていうような気がするんだよね。怪我させに行くようなプレーはもちろんダメだと思うんですけど、うん、やっぱりその接触っていうのはもっともっと、まあ、あってもいいんじゃないかなって。確かに確かに。だから、ね、向こうなんて普通にそれやりながらけ、ね、喧嘩じゃないけどさ、うん、やったりもするわけです、うん、ピッチ上ではそれで全然練習の中で、うん、それで別に問題はないと思う。ただもちろんね、削るための当たりだったらそれでも、うん、大間違いかな、うん、そういう環境って結局お互いをこう強めるというか、ような部分でもあるんじゃないかなっていう。うん、そうですね。なんとなく、試合で出ちゃうもんね、やっぱりその。出ますよね。まあ、特にミシャとか言ってるじゃないですか。練習が一番きつくなくちゃいけないんですよっていう。うん、それが試合の練習でしょっていうのはやっぱり基準ですもんね。うん、まあ、そういうところは確かにちょっと気を使いすぎかなっていう方でも多いですしね。まあでもまあ難しいよね。そういう環境だからさ、うん、日本って。J みたいにさ、ああいうちょっとまたね、イギリスから来た選手に関してみたらさ、ぬるく見えるな、ね、きっとね。たまに言うこともそうね。うん、言うことは全然いいんだけどさ、まあ、ただ、日本人は慣れないからさ、ダイレクトに言われることが、まあ、海外じゃ当たり前もない。いや、そうですよね。まあ、でも、相手もだいぶ丸まりました。丸まりだいぶ丸いよ。来た当初よりさ、もう全然違う。めちゃくちゃ。来た時はもう山だったじゃん、正直。日本式にしたというか、そうだね、やっぱいいけども変わりますし。でも、J のさ、言う言葉ってのさ、その選手に良くなってほしいっていう気持ちも持ってるから、そうですね。まあ、ただ、自分もじゃあそれだけにしなきゃいけないっていう、その言うんだったらそれだけはできないっていうのもあると思うし。確かに。まあ、言うからね、やっぱりその責任を持って発言するっていうのは、うん、まあ、間違いなく大事でしょうね。あとは言い方、うん、タイミング。そこで、いつも俺結構言うんです。何でも話す方が大事じゃなくて受け取る方が大事だと思う。何でもその人がどう受け取るかによってその言葉の意味って変わってくるものだから。だからで受け取る側も人それぞれキャラクターがあって、強く言ってもいい人と強く言われて やってるから、そういうのも好まない人もいるわけだから、それによって、まあ、もちろん声の質だとか、ね、言い方だとかっていうのは俺は変えるようにしてる。いや、そこまで変えられたらいいんですけどね。それ分かってはいるんですけどね。審査会でしょ。いや、本当自分のちっちゃさを痛感させられますよね。まあ、みんな多分僕はそのセカンドキャリアのことに関してもう18プロになる時は考えてたんですよね。うん、まあ、それはまあユースの先輩だったりベイビーの先輩を近くで見てたっていうのもあるんですけど、審査のイメージあります？全然ないです。いや、俺、スレート俺やっぱすごいなって思う。見てて、いろんなこと考えてるじゃん。でもなんか別に、俺サッカー取られちゃったら何にもなくなっちゃうなって。いつも思ってるからさ。俺サッカーなかったらもう別にただの人だしなと思う。それ誰からも聞きました、僕、横浜市の、在籍時。あ、本当に。名前言わないですけど、ピンクから言われました。あ、本当に。それは言ってました。なんか、
本当サッカーこそだから、サッカーを取られたらないな、なんかそれ以外は考えられないっていうのもあるんだけど、もちろんさ、いつかは絶対終わるわけでさ、考えなきゃいけないんだけど、それを考えること自体がなんか俺の中で間違いだって俺は思っちゃってるから、激しいね。そうそうそう、だけどもちろんそのね、環境、いろんなことを、ね、サッカーの環境が変わってくればさ、もちろんもう、まあ、そろそろそういう時期かっていうね、まあ、もちろん周りも引退し始めたりとかさ、し始めて、そう考えた時にさ、次のことって何したいよっていつも常々考えてるんだけど、したいこと何にもないもん、サッカーやりたいから。だから難しくてさ、逆に今から何を探すっていうことが今だから、今さっき言った小さい頃さ、夢を持つ、目標を持つっていう部分で、ね、困難な今って言いながらも、俺も今何をしてるんだろうな自分って。でもやっぱり人のために、何かのためにっていうのは思ってるけど、それが実際何なのかなっていうのがまだ現実的な想像ができないというか、それはもうサッカーに一生関わるわけですね。じゃあコーチやりたいなとかもない、プレイヤーっていうのがね、まあでも最近も全然変わってきたよね、うん、その長くやりたいっていうのはもちろんそうと思ってたけど、でもやっぱ自分のさ、その感じ、体の状態だとかさ、いる、今の状況と出番もあんまなくなっている自分もあるしっていう中で、まあもちろんコーチだとか、そのゆく監督だとかっていう部分にも興味は、うん、もちろんある。で、コーチになりたいっていうのはさ、なんか若手にもっともっとこうしてやりたいとか、なんか選手がだから言いづらい部分が、コーチだったらダイレクトに言いやすい部分もあるから、なんかもっともっといいもの持ってるのにこいつもっと変えたいなっていうさ、いう中で俺がコーチだったらもっとこう練習交差したりとかっていうのもできるなとか、なんかこうそういう若い子たちをどん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 上に連れて行ってあげたいというか、気づかせてあげたいなっていうのはすごく最近は思ってるから、うん、あでもそれは先週、まあ、今の時点でもやってますね。まあ、やってるけど、なんかやっぱりその自分の中でまだ選手がゆえにまた言いづらいなっていう部分もあるから、これがまあコーチだったら逆に言ったらもっともっとダイレクトに伝えられるっていう部分もあるけど、もちろんやってるんだけど、やっぱりそれはちょっとまだ遠慮して言ってるのもあるから、選手目線から遠慮してるから、まあ、でもまだ体動きますしね。まあまあ動くけど、しっかりまあ、まだやれるなっていう自信はあるけど、はい、まあ、もちろん試合になっちゃうとさ、ある意味、ちょっと点数も下がっちゃうから、自分の中でも、うんっていうのはもう納得もしてるし、今の環境を別に嫌だとも何にも思わないから、ただね、やっぱ体を動く限りやった方が、みんなね、やった選手は見ねえからさ、引退してから、いや、サッカーやってた方がいいってみんな言うからさ、でもそうだろうけどさ。ね、それを自分だけやりたいからってできる問題でもないし、雇われてるやつはそうですよね。いやでもそうですよね、僕らサッカーしかやってこない人間からしたら、サッカーを超えるものを見つけるのはまあ、まあ、難しいよね、うん、正直ですよね。すごいよ、セカンドキャリアで見つけてる人もまだあったと思う。あ、別物だよって、あの世界の夢の世界とかそうだっていう感じで捉えないとっていう、本当そう。だってこんな1週間1週間の戦いのビジネスだったらないですよね。そうだよね、週2回とかね。そのために毎日やるわけだね、コツコツ。意外とビジネスから始めたら3年後っていうなっちゃうからね。だそうです、3年後、2年後、まあ短期って言ってもそんな感じになっちゃうので。ってことはじゃあもう永久ビジネスだったり投資だったり、そうだ、そういうのも全然、もう貯金ってこと、貯金っていうか、まあ家を買ったり、まあそういう資産にするというか、そういうのは一応奥さんが現金持っててもあんた使っちゃうからって資産に変えられる。シンさんなんかすげえ車、時計、服がすごい好きなイメージあるんで、まあ、車とかはね、うん、そうね、いろんな車乗ったけど、はいはい、時計もさ、若い時はこうちょこちょこ買って、でもすげえ高価なもの
で、そんなあまり俺も時計にそんなお金払うのみたいな感じだったから考えてるよ。でも、まあでもそれでも何度かあったけど、うん、もう今さ、もう逆に言ったら欲しいものはもう全然ないというか、成功者でもそうです。いやいや、なんか別にさ、成功もしてないんだけど、お金も別にあるわけでもないんだけどさ、なんか別にそんな欲しいものがないの、正直。で、いて、なんか誕生日だとかさ、なんかすると、こうプレゼントをさ、この間も、本当に今年一番嬉しかったのは、そのね、若手たちがさ、お金出してくれてさ、あのポーチ、買ってくれたじゃん。あれ、ほんと嬉しかったね。まあ、ミシャもさ、こうやって、選手たちでサムネ集めて、プレゼントはあげたけどさ、そういうことしてもらえる人間になりたいってずっと思うからさ、やっぱそうやって、ね、後輩たちがそうやって思ってくれて買ってくれたのは、すごくめちゃめちゃ嬉しかった、ね、正直。まあ、あれ、まだ申し訳ないんだけどさ、まあ、今度は、ね、今年の最後に、今年の思い出っていうので、あれをちょっと申し訳ない。まあ、すごい、でもすごい存在ですからね。なかなかさ、そうやってさ、そういうやってくれる先輩に対してそういうやりたいとかさ、思ってもらえるっていうことが、やっぱり自分にとっての財産だから。で、ミシャもそうじゃん。俺らがなんかしてやりたい、ミシャのためにしたいっていうのも、そういうさ、存在だからさ。だからああいう存在になるような、ああいう人になれるようなことが目標だから、まあ、やっぱり。そこから慕われることをしたいのかなっていう、やっぱ自分がやわからないことを来年以降はやっぱりやっていかなきゃいけないから、で、俺本当にね、いろんな冗談半分でいろんな人に一日体験とかさせてもらえないですかとか、その一社生活もそうだけど、先輩砂川さんがいるときに、お茶組でもいいし、何でもいいから、その皆さんのやってることをコピーを取るとか、バイトもしたことないね。バイトもないね。出してもらえなかったね。はい、皿洗いとかそういうのさ、あったとしても別にお金もらってないし、はい、新聞配達だよ。どうですか。手伝いの。それ社会経験もしたいよ。そう、めちゃくちゃしたい。ちょっとぜひこの真似をさ、一日だけちょっとです。全く使えないですよね。あ、いや、できる、できる。できる。あ、そうですか。できる。でもまあ、いろんなことを教わりたい。そうです。勉強したりとか。ぜひぜひ。自分に取り入れてさ、ないものをどん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 取り入れていかないとさ、もう今なんて、特にもうそうじゃん。ちょっとおしゃれだから。そう、なんかその新しいことにチャレンジしようっていう気持ちがやっぱり、分野を超えて強いところですね、やっぱ新しいことが好きだね、正直。本当はね。で、自分にないものってさ、欲しいじゃん。取り入れたいじゃん。そういうのもめちゃくちゃもう柔軟じゃないですか、柔軟だし、まあまあね、いやだから何やっても何やっても自分で絶対に成功できるってなんとなく自分でなんとなく自信がある。ただもちろんそれが、まあ、分かんない、それはただの自信かもしれないし、ただ誰よりも絶対に成し遂げられるんじゃないかなっていう気持ちは、それってめちゃくちゃ大事ですよね。うん、何もそんな過去のね理由なんてなくても、うん、理由なきゃ、そうそう、絶対にない、絶対できるっていう、そんな成功者です。いやいや、なんとなく、あそこそもそも言ってました。って思わないとね、そうですね、間違いない。それ最後に、その新さん、まあ、北海道、ね、こんだけ長い、一番長いですよね、キャリア、長いチームとしても、うん、その北海道、僕、まだちょっとしか住んでないですけど、大好きなんですけど、新さんからしたら、その北海道、まあ、北海道もそうですし、コンサドーレっていうのは、審査にとってどんな？そうだね、もうここまで来たらさ、もう家族だしさ、もう北海道自体がさ、自分のなんかふるさとみたいな感じの気持ちにもなってるから、どうにか、まあ、北海道をこうやってね、縁があって住んで、でね、サッカーチームにいるものっていうものをもっともっとこう、魅力あるチームにもしたいし、でもっともっとあの国あの道民に選手のことを知ってもらって、サッカーの楽しさを知ってもらって、ね、野球、正直野球にさ、
まあ、持ってかれてる部分はある部分はあるけど、でも崩れましたもんね。そうそう、またね。だから別の場合それは別に否定もしないし、いや、お互いですよ、ね、そうそう、お互い相乗分。だからお互いでさ、こうもちろんサッカーもサッカーファンも野球もさ好きになってもらいたいと思ってるし、で、ね、いろんなものがこうみんながさ、あ、北海道スポーツ楽しいね、何見ても楽しいねっていうさ環境がまたね生まれてきたらファンももっともっと増えたりさ、うん、だからなんかここからはさ、もう新庄さんが来てくれて、またこうなんかサッカーと野球のコラボじゃないけど参加してもらえたら、ね、うん、もっともっと面白くなるかなと。まあ、アスリートのね、垣根をスポーツの垣根を超えて盛り上げていくっていうのは絶対大事だね。もう必要だと思うんですけどね。ね、こっちはこっちはあっちはあっちっちゃってです、うん、なんかもう今まであんまこう交流っていうのはそこまで多くなかったと思うから、まあ、もちろんバスケもあったりさ、ね、エンターテインメントとか一つの国民性は一つですね。で、同じところにいるわけだからさ、うん、別にもちろん種類が違くてもさ、球技が違ったしたとしても、まあやる、そこに住んでそこの人の たちから応援されてるわけだからさ、みんながみんなでなんかどう盛り上げていく、うん、でかってことを考えていくっていうのももちろんすごい大事なことなんじゃないか。じゃあこの先ビッグボスとコンサートね、ちょっと面白そうじゃん。だって会ってみたいと思うじゃん。だってあんな記者会見をさ、もうこの間だってクラブハウスでさ、めっちゃみんなで見ててさ、やるやる見たいと思うんだよ、またね。すごい人だよね。現役時代知らない選手でしょ。そう、すごいと思うよ。確かに。そしてあの格好でさ、やっぱすごいよね。またやつ、本当に。だから、すずさんはああいう記者会見するけど、あの前の長さに負けない。やめて、やめて、やめて。こういうことやってるやつ、次は。もう、バカにしてからね。バカにしてるから。いや、でもなんかそういう意味でもなんか、まあ、新さんが僕が勝手な役割として求めるのは、本当に、まあ、ちょっとサッカー協会とかサッカー界を盛り上げるのもそうですけど、なんか、札幌、そして北海道、日本、スポーツの垣根、まあ、芸能もそうですけど、関係なく、なんかそのエンターテインメントっていうのを、どんどん、それを盛り上げる人って、限られた人しかいないと思うんですよね。まあ、新庄さんもそうじゃないですか。うん、やっぱりじゃあサッカー界で言えば、正直、数人しかいない。しかも現役って考えたら、本当に、ね、数人も何も片方もいないじゃないですか。そういう意味では、なんか、元気をやりながら、なんか勝手に僕は来てらっしゃって、盛り上げて、でもそれは本当に限られた人しかできないことなんで、僕らからしたらやってくださいと。はい、ありがとうございます。すごい、この長く。いえいえと、こんな長く新さんと喋るの、なんだろうね。食事終わった後とか、いつもテーブル一緒なんですけど、長い間喋ってるんですけど、このマンツーマンで喋るのもないですか？ないね。しかもちょっとね、いろんな昔からの話を。ちょっと聞ける、すげえ話を聞かせていただいて。一人俺の一日体験じゃ、一日体験。じゃあ俺の約束しまう？一日体験と言わず、はい。ちょっとね、いろんな、いや、何日間でも、僕が覚えるまで。それはすごいですね、実は。いろんなことを教えてほしいなと。約束してもらいました。よろしくお願いします。すみません、今日は本当に長い間、ありがとうございます。すげえ話につき合っていただき、皆さんすげえ話聞きました。ありがとうございます。本日は、小野伸さんでした。ありがとうございました。